こんにちは、柴田です。今回はギブソンレスポールスタンダードと東海のリボンを鳴らし比べていきたいと思います。最近この東海の LS レスポールタイプですね、こちらがですね結構ね高騰してきてるんですよね。その中でもラブロックになる前のこのリボーンという機種なんですけれど、これがね本数が少ないということで特にねちょっと高騰しやすい機種になってんのかな。確かにね作りはねいいんでしょうね。そしてこちらがですねギブソンのレスポールスタンダード94年製です。まずはですねこのリボーンのお話を少ししましょうかね。こちら純国産でピックアップは5頭のパフ、まあ、鳴らしたことないんでねすごく楽しみなんですけれども、まだねこれね生音しかね僕鳴らしてないです。生音を聞いた感じだと、まあ、今までいろいろなレスポールタイプを鳴らしてきたんですけれども、一番ねギブソンっぽい、ちょっと古めなギブソンっぽい感じの音はねするなというふうに思いました。若干ね重心はギブソンの方が低いかなというふうな感じはするんですけれども、毛色はね非常に似ております。これね重量感もねいいんですよね、まあ、ちょうど4キロぐらいなんですけど、ネックもね太すぎずな感じで、近年のレスポールのようにスリムテーパーとかではないんですけれど、やはりね僕ら世代としては一番弾き慣れているようなちょっと古めのギブソンっぽい仕様になってます。まずね生音をちょっとね鳴らしてみましょうかね。うん、しっかりと張りがある感じの、しっかりとこう前に抜けてくれるような、続いてねギブソンの生音いきましょう。このギターはね最近僕の動画で出番が非常に多いです。こっちの方がちょっと固め、体感的にはね非常に似てる系統の音だなというふうな感じがします。ではアンプ通していきます。非常に存在感のあるギブソンの音っていう感じですね。若干ドライブをかけてみましょうか。深みのあるドライブ感がやっぱりギブソンですね。続いては東海ですね、初鳴らしです。重心はやっぱりギブソンの方が低かったですね。軽快な感じ、
まあ年代的に古いっていうのもあるけれど、オールド感はね非常に感じますね。ボディが若干ギブソンよりも軽いからか、重心がちょっと高い感じのイメージ。抜けてくれてドライブ感は気持ちいいですね。というふうな感じで結構ね好みによるかなと思います。ギブソンは498と490のピックアップが乗っていて、まあ、90年代オーソドックスなレスポールなんですけれど、そこそこいい時代に作られているので、まあ、しっかりと重心が低くて図太いのぶとい。80年代のは材はね非常にいいんでしょうね。よりオールド感を感じれるような一本になっております。まあね高騰していくのもねわかるなっていう感じはするんですけど、まあ、好きな人が本当に好きなギター、まあそれ何でもそうかもしれないですけれども、オーソドックスから若干外れたところを狙いに行っている人が好むような感じなんですかね、まあ、非常に人気のある一本でございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。